ミマイナス2アープ G、グニエボシュミマイナス2は、ソ連で開発され、ポーランドの PZL シフィドニクで生産されている、小型のヘリコプターである。このページでは、そのうちの攻撃ヘリコプター型を扱うこととする。ミマイナス2ホプライトは大量に生産されて、多数の派生型が開発、生産されているが、そのうち、敵を攻撃し、敵部隊を弱体化させて、 味方の地上部隊を援護することを目的とする攻撃ヘリコプター型は大きく分けて2種類が開発されている。一方は非走行、軽装甲車両や陣地、人間など柔らかい目標を標的とする無誘導兵器を大量に搭載するもの、もう一方は戦車など硬い目標を標的とする対戦車ミサイルを装備するものである。前者は未マイナスに US、後者は 未マイナス2アープとして開発された。また、未マイナス2アーンは、前者の発展型であり、未マイナス2アープ G や未マイナス2リースは、後者の発展型である。かつて、ポーランドでは、多数の未マイナス 24D、W ハインドを攻撃ヘリコプターとして運用しており、自国製の未マイナス2アーンなどは、その補助的役割を与えられていた。 現在ではミ、ミマイナ二 -24W と w、W-3W 即宇などと共に、運用されているが、対応年数の問題も生じており、近年中に、ポーランドの攻撃ヘリコプターは、PZL シフィドニク製の W-3W シリーズに大体、統一される計画である。なお、反用ヘリコプターのス -2 ホップライトや、 水上ヘリコプターのみ -14 ヘイズも W-3 シリーズによって代替される予定であり、ポーランド軍では運用するヘリコプターの国産化が進んでいると言える。なお、基本型のみには、ソ連をはじめとする多くの国や地域、機関に輸出、配備がされているが、攻撃ヘリコプター型のみにはいずれも、ポーランド空軍のみでの運用となっていた。しかし、 1990年代に、ミャンマー空軍が、ポーランドから、新品の W-3 と共に、中古のミマイナスに攻撃系を入手しており、ミャンマー国内での対反乱作戦に従事している。同時期に発生したイラワジ川沿岸の反乱では、ミマイナス2は、ガンシップヘリとして、兵員輸送用の W-3、ミマイナス17、捜索救難用の UH-1H と共に、 ヘリボーン作戦に出動している。ポーランドの PZL シフィド肉社で生産されていた小型のム用ヘリコプタース -2 ホプライトをもとに開発された援護射撃ヘリコプター。名称は射撃武装付きス -2 を意味する。機体左側に NS-23KM23mm 機関砲1門を固定装備し PKT7.62mm 機銃4門を それぞれ別個のコンテナでパイロンに搭載する。それ以外に乗員が機内から射撃できる RPK7.62mm 機銃2門を左右の窓に据えることができる。ミマイナス 2US の発展型。名称は無誘導ロケットによって武装されたミマイナス2を意味する。愛称はジュミア。マルス2と呼ばれる無誘導ロケットイニットを2機搭載する。 マルスには、ソ連で開発された、無誘導ロケットイニット UB-16 から57の派生型で、直径 57mm の S-5、無誘導ロケット弾16発を内蔵する。名称は、対戦車ロケットによって武装されたミ -2 を意味する。愛称の、サラマンドラはポーランド語で、サラマンダーのこと。NS-23 ケム機関砲1問。 RPK 機銃2門、そして外部燃料タンクの代わりに QM14M マリュートか M 対戦車誘導ロケットを搭載する。対戦車誘導ロケットは軽基板上でオペレーターによって制御される。